こんにちは、すみだです。本日は阪急王子公園の駅に来ております。今日はこれから友達2人とマヤさんに向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。おはようございます。おはようございます。雨の中雨の中ね、はい、今日は登る予定です。はい、で現在地ここです。ここからですね、ゆーっと行きまして、青谷を行って、今日はマヤさん無難なコースで行こうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ普通の、はい、おはようございます、磯和です。前回4月にこの3人で山登り来まして、今日もまた水曜日ですね。あれから私も毎週水曜日は山登りの日にしようと思ってまして、それを言っていたら、また行こうということになりまして、今日雨にもかかわらず本当に好きなんだなと実感しております。多分ゴルフだったら休もうかと言っているところ、テンション上げ上げで、楽しみながら今から山登り頑張ってきます。ありがとうございます。駅を出まして、広い公園の横の道を、六甲の山並みを真正面に見ながら歩き始めております。駅からほぼまっすぐに歩いてまいりました。ご案内がございますね。登山道こちらと。はい、こちらで左手に曲がっていくようです。20年来の付き合いの大の仲良しの2人なんですけどもね、お二人は神戸在住です。生田川から移籍されてきたよね、これ。なるほど。まあでも80年か90年も経ってる建物なんやね、これ。なんか、どんどんと、っていうことですね。神戸はね、異国人も多いから、こうやって、どんどんととか、道路とか街の名前とか、サスン邸とか邸宅とか、たくさんありますもんね。三六リボンの道という名所の道ですか。あ、もう一つご案内がありますかね。あ、登山道はこちらですと。この辺のこの出家率はここはすごいと思うよ。ケネラとかね、あれ渦巻かなんかいただけるいたずまやさん、なんかやっと登山に入った、ね、周りに道って書いてあると消してあるのかどっちでも行けへんね。はい、本日はこちらの分岐を右手に歩いてまいります。こちら登山道なんですけども、ここは何か見晴らし台かな。結構上がってきてるもんですね。いやー、ほんとほんと全然ね、言うたってまだここで弁当食ったらほんと気持ちいいよね。この曇り具合でこの気持ちいいですね。大祭りです。うわー、磯和さん、背中びっちょびちょそうやね、めっちゃ気持ちいいよね、ここも。ちょうど山のこう角になったところにこうやって展望台ができてるから、こうやって90度というか180度近い角度で見下ろせるんだね。いやー、海まで見えて大阪湾がこれぐるっと見える景色やったはずないな、ここ。
歩幅が大きいだけで褒められたらな。人間って分かんないよね。何キロあんの？4キロぐらいなのかな。あ、全部で8キロやから4、4で。ほんまや。ってことはまだ半分、40パーぐらい来たね。あと20、40パーやから全体の20パーぐらいか。そうやね。これのあと5倍で終わったもんね。まあ、ほんまのとこ休憩入れてないもんな。ほとんど。そうですよ。皆さん休憩言ってくださいよ。休憩しましょうか。なんかコメント入れないですか？いいですね。撮れました。撮れました。断念した時はあのテーブルがあるから。そういう入り道があるからご安心ね。オープンしてください。